はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はキューブエスケープパラドックス第3回配信を撮っていきたいと思います。さあ、なんか手がかりが全然ない中、この間手に入れたこれですね。三角の鍵使っていく前に一応鏡を確認。あれ、葉巻ってまた取れるの？あれ？あ、え？さすがに他のものは、あ、特にヒントはくれないのか。葉巻取れたんだけど。もう吸わせることができんのか。え、この葉巻くれたけど、何？なんかヒントくれるのかなと思って。ヒントくれるのかなと思って。ここの灰みたいなのなんか関係ある？置けないか、別に。これで燃やすとか。燃やすわけではなかった。あ、ちなみに今回ちょっと録画の、なんだろう、録画形式をちょっといじりまして、強制的に横向きで録画してるんですけども、なんかね、他のアプリだとちゃんと画面通りに横向きになってるんですけど、横向きに録画できてるんですけど、このアプリだと勝手になんか自分の目では横向きに見えてたんですけど、縦で録画されてたんですよね。もう謎なんですけど、とりあえず今強制的に動画アプリの方を横向きで強制的に録画してますけど、これでダメだったらわかんないです、もう。ですね、あ、そう、三角の鍵を手に入れたので、ここか、これ、多分これですよね。開いた。何が入ってる？助けてー助けてーなんじゃこれ。 F、 あー、猫。左の人は普通に人間みたいだけど、この子だけ猫だね。待ってよ。ファインディリックかな？フィネリック？キャット。2012年のバースデーが1月1日。で、フィンランド出身。で、プロフェッショントークショーホスト。え？あ、F from the North。 名字これ、フロムザノースが北の国よりみたいなのが名字で、フリーク。フリークって名前じゃなくない？1990年8月2日ネザーランド出身、プロフェッショナルバックパッカー。バックパッカー本職でいらっしゃる。フリハト、フリハト、ん？フリハトメグ。1982年の
これ A に見えるけど U かな、ジュン。あ、じゃあジャニュアリーか。ジャニュアリーの省略形かな。でも省略形で書く。あ、ごめん、こっち、待ってよ。6月、ジャニュアリー、1月か、1月5日、カナダ、フォトグラファーね。で、ゲン。クライステル。クリステルか。クリステル。ゲン。どこの国の人やろ。誕生日は年数が分かんないけど、セプテンバー9月の11日かな。で、カナダ出身、ケミスト、科学者かな。すごい、でもアジア人っぽい感じの外見だね。これまたちょっと古そうな写真だね。1853年だもんね。3月30日。バン・ゴッホ、ヴィンセント。あ、ゴッホですか、この人は。あれ、これなんか本のマークがあるぞ。本のマークがあるぞ。あれ、ヴィンセントどういう意味だったっけ。ネザーランド。あ、この人もネザーランドね。ペインター、うん、絵描きで、これって本の高さって関係ある？あんま関係ない。ひょっとしてなんか、ハト、ハト。ちょっとバーッと見てっていい？この調子でいくとえらい時間かかるぞ。あ、また本見つけた。ちょっと待って、これちょっと映像的に大丈夫？これバンされない？あ、明らかに頭にあの銃痕が。左側かな、一番左側に本。名字がヒルさん。ロバートだけど、多分あだ名がボブかな。あの、なんかロバートさんってあの、あだ名が基本的にボブになるよね。なんかし、理由は知らないけど。でも、あるゲームでさ、ロバートさんっていうキャラクターと、ボブさんってキャラクターが出てて、あって思った時ある。あ、なんか結構同じ人だな、同じ名前だなっていう。出身エリアは謎なんだね。これなんだろう。あんね、これ意味は出てこないんだね。ちょっと待って、他の人、なんか謎のマークついてんだけど、これ何？え、このマーク何？しかもなんか、え、このマーク何？このなんか某2525動画でありそうなこのマークは。え、でも名字がハンターって。で、カナダ。あ、ツイッチのキャスやってる方かな？職業が。74年生まれ。こちらの方もちょっとアジアっぽい感じの。あ、でもオーストラリア出身なんだね。ルシー。
とあれだね、芸能人のルーシー・リューさんっぽい名前。これもなんかマークついてる。え、どういうことだろう、このマーク。特にタップしても意味はないか。なんか意味あんのかな、この。めちゃめちゃ掘る。めちゃめちゃリストがある。え、この線何？この赤い1みたいな線は何？あ、これなんか再生ボタンみたいについてる。わかんないな。え、何これ。まずこの記号見たことない気がするんだけど。え、ちょっとこれ大丈夫、画面大丈夫かな、これ。あ、また記号がある。記号があるんだけど、記号が何指してんのか全然わからん。人物多すぎない？あー、助けて、また記号が出てくる。また記号。めちゃくちゃあるファイルが。あ、あった。今度は右から2番目やね。井田さんかな。この方はでも、もう冬に生まれたっていう情報しかないんだね。さすがにでも150年近い前だしな。で、職業がフォーチュンテラー。あ、占い師さんでいらっしゃる。チュンテラー。へえ。問題はだ。ひょっとして各アルファベットに一人ずつおるから、こんなに回さなくても大丈夫なのかな、ひょっとして。あ、また記号来た。一体何なんだろう。で、今本の情報が欲しいかな。あ、また来た、このカラス。カラス。え、なんだか、バンタブーン。ハルダス。これも1799年ね、の冬。職業は、今度もアルケミスト。今何冊だけど、1、2、3、4。4冊かな？あと2冊。え、これ何？あ、今のが処方箋か。処方箋ゲットだ。あれ？名字一緒だね、バンダブン。ラウラさん。あ、この名前見たぞ。待ってよ。ラウラさんって見たことあるな。1935年か。だいぶ前だね。100年とは言わんけど、近い90何年とか前かな。あ、待ってよ。バンダーメア。D。
ていう。探偵？でも一人一人すごい見たいけど、すごいね、資料が。こういうのってさ、なんかもうある程度必要なもんだけでって感じでいいような気がしちゃうけど、ダブルの欄に2人おる。ウルフさん、あれ、終わった。ちょっと待って。そっか、待ってよ。A のとこから。なんだこれ。 あ、YouTuber ですね、こちらの方。んー、あ、A から普通に順番に始まってるんだね。資料が多すぎる。あ、これがアルバさんが一番最初、イタリア出身。もうでこの辺は本の資料としてはない。で、 B の欄に、なんか謎のヒント、渦巻きのヒント。この辺もメモっといた方がいいのか、なんか悩むなぁ。ブリッジさんね。今まで全然、本のヒント以外スルーしてきちゃったけど。この YouTuber だよってヒントはあんまり関係なさそうかな。これも YouTuber。あ、この記号はそういうことか。なんかこの辺の記号とかはなんか違いそうだよね。これ何？なんか人じゃない気がするけど、これは。あ、なんか、これもなんかオンラインで活動してる人かな？エレクトリックミュージシャンって書いてある。見つけた。一番右の本ね。A4 とキャロラインかな。キャロライン、これでもだいぶ昔の方だね。1750年、キャロラインさん。あと真ん中の一冊が分かんないのかな。あ、おるおる。探してよ、君。あ、この人もでも、名字一緒だね。右、いや、左の方と。ジャコブさんかな？ヤコブかな？ちょっと、宗教っぽい感じの名前だね。でも、1775年の冬生まれしかわからんね。年齢的にはこっちの方、キャロラインさんの方が年上か。息子さんかな？ひょっとして。ちょうど25歳差だもんね。親子だとしたら、キャロラインさんが25歳ぐらいの時の子かな？っていう感じだね。じゃあ一応本のヒントは、一通りゲットしたが、でもなんか情報足りてない気がするな。こっちは何？ああ まあ、マジ？ちょっと待ってよ。あれ？でもこれさっき見た気がする。あ、違う、見てない。ん？いや、見たな。待って、上の段で全て見れてしまったのでは。 下の段開けなくても。気のせいか？
見てるもん、ダブルとか。あ、じゃあ上下とも見たか。開けてなかったがね、下の段は。でもこっちも開けますか。お、スライドを2つ目ゲットしたよ。あ、じゃあ今までやっぱ情報が足りなかったんだ。ハンカチ、どうせ自分に使うんでしょ。そうだね、ハンカチ見に行くか。自分でしょ、ハンカチ。特にない。特になかった、ごめん。じゃあ証拠入れる前にちょっとスライド試してみるか。スライド2、ん？スライド2はどこ？あ、こっちか。どう？どう？あれ、証拠の方か。これを、ラスティリココンテスト謎だよね。何のコンテストは？処方箋はゲットしたんだよね。これ。これなんだろう。このマーク。あ、でこのマークなんだっけ？コイルさんっていう名前の人かな？なんかその人が持ってた気がするけど。10ミリプロザック、え、なんか薬詳しくないから全然わからんな。あ、待って、次のページなんだっけ。衣服の切れ端みたいなのはハンカチは関係なかった。なんでもない。いや、でもまあ証拠ちまちま集まってきてんじゃない？じゃあ見てみるか。え？何これ？はっ、テレビ58かしって書いてない？チャンネルかなこれ。あとはこのスクリーンは関係なさそうかな。なんかそれっぽいね。関係あるのかな。いや、でもスクリーン関係ないよな、もう。どう見ても。あげとこう。これ、これ、意味がわからん。ちょっと待って。どういうこっちゃ？あかん、わからん。それテレビの588見てみるか。ヒントは？あ、え、もう映らないのかな？今度は何も映らなかったんだけど。
そうで、もう何も映らん。なんか瓶みたいなの映ったけど。ここ？これ関係なさそうだけど。じゃあ本の並びって待ってよ。あ、完全に普通にこれ名前の通りに並べろって話か。じゃあこうだね、まず。ロバートさん、ロバートさん。で、2番目が、誰だったっけ？あ、名前、なんか、バンゴッホだったか？バンゴッホだった気がする。で3番目がバンダブーンさん。で4番目がイダさんだもん。このままでいいのかな。いや違うな、3番あれ、1個メモ忘れてるかな。違うな、こうか。で、1番右が、キャロライン、なんちゃらさん。あ、なんか出てきた。なにこれ。はい？湖に栄光の日々が訪れる。一人は死に見舞われる。もう一つの悟り。なんすかこれは。ガラスの目。悟り。選ばれし者。ちょっと待ってよ。多分目を入れろっちゅう話だよね。本の間になんか目が挟まっとったのはちょっと不思議な感じだけど。で、記憶の採取。怖っ。飢えた幽霊。前世の魂との調和を図る。向き合うべきなのは過去、現在、未来のすべて。選ばれし者。鉄のキューブもらった。目のどっちに何をするかが分かんないんだけど、この絵はヒントなのかな。ヒントかなこれ。この絵何？あ、とりあえず本の謎は解けた。すごいスローペースなんだが、これ大丈夫か？見てる人絶対に暇だよね、ごめんな。鉄のキューブどこに使うこれ。え？ごめん、ちょっと適当に入れちゃった、ごめん。一番左じゃなくて？場所はここでいいのか？何が起こった？ちょっと待って、もう外せないんだが。
外せないんだ。ちょ、え、何が起こった？何も起こってない。ちょっと待って、何が起こった？教えて。なんかさ、後ろ字が書いてない？これ違うのかな？違うか、なんでもない。もう吸わないんだね、君。ハンカチは関係ない。ガラスの関係ない。あとは全部持たしたものばっかだな。これってまだいる？カセットテープ、この謎の葉っぱ、マッチ。おっちゃん、なんか言うてくれや。君、なんか知ってない？なんか喋っておくれよ。ハンカチ関係ない。ガラスの目も関係ない、まだ君には用事がなさそうだね。よし、ちょっと今回は進んだのかな。本のところは進んだし、テレビ、謎のヒントあったし、これわかんないし、なんだろうね、これ。テレビ588はいいんだけど、この丸のヒント何？もうこのロールカーテンは関係なさそうなんだよ。これでも本のヒントもう一回見てくる？ここは関係ないな。鍵穴はなんか変化がないよね。ガラスの目ゲットしたんで、とりあえず鹿さんにはめてみる。あ、待って、で適当に左にはめたけどさ、これ左に合ってた。これ適当なことするもんじゃないね。ちゃんと見よっちゃ話だよね。これここはもう関係なさそうかな。ハンカチ何に使うの？やばい、わからないことだらけなんだが。なかなか進みませんね。じゃあ、ちょっと今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。